中日のブルペンを支える祖父江選手だが、オフにはミートボールボーイという副業をしている。これはハンバーグ師匠から伝授されたキャラクターであり、オフシーズンになると熱々の鉄板ジョークを披露する。実は祖父江選手はミートボールボーイは2代目であり、初代はお笑いコンビ磁石の佐々木さんである。しかし初代は肉なのに笑いがミートしてない。師匠に無理やりやらされていると批判されていたが、2代目は非常に喜んでミートボールボーイを演じている。祖父江選手は新人から6年連続30試合登板し、2019年には44試合で3勝4敗3ホールド、防御率 3.11 の成績を残したが、オフに年俸が3500万円からダウン提示された。祖父江選手がこれを保有するとか、と球団代表が、早く FA を取ってください。継続的な登板数は FA を取れば評価する、とコメントし、ネット民から金額はもちろん言葉にすら誠意がないと荒れる事態となった。さらに球界のご意見番ダルビッシュ選手がこの件に反応しツイート、それに中日投手陣もリツートやいいねする事態となった。最終的には100万円のダウン提示で祖父江選手はサインをした。